はい。えっ、ー、と、この前行った、えー、天理スタミナラーメンの、えー、カップラーメンを買ってきました。えー、ちょ、どこで買ってきたのか、まあ僕が買ってきたんじゃないんで、ちょっとわかんないんですけど、えー、まあ大体コンビニとか、あのスーパーで売ってるんだと思います。あの、普通のカップラーメンと同じです。 はい。では、早速、開けて、えー、食べてみましょう。あ、まあ、食べる前に、これ、カップラーメンなんで作らないといけないですね。えー、開けてみます。はい。具が、具が入ってます。なんか、裏蓋になんか、うんちくみたいなのが書いてあります。えー、まず、このスープですね。えー、スープを、えー、入れ、あ スープは、あの、後で、あの、お湯を入れて出来上がってから混ぜるみたいです。だからまずこの火薬を入れます。この火薬が、あの、天理スタミナラーメンによく入ってる、あの、野菜ですね。野菜のやつや、やつだと思います。はい、えー、お湯を入れましょう。 はい、ポットから、えー、お湯を入れます。あ、ちょっと、あのー、なんかぬるめのお湯ですね。これ、ちょっと出来上がるまでに時間がかかりそうです。まあ、こうやって家で、えー、手軽に展示スタミナラーメンが食べれるというのは、まあ、あのー、いいですね。はい、えー、満タンまでお湯を入れて、 蓋をして、えー、4分4分までと書いてありますちょっと僕はあはせっかちなので、えー、ちょっと4分ちょっと待つのはちょっと辛いですけど、えー、ちょっと4分待たないと多分美味しく食べれないので4分待ちますはい蓋をきっちり閉めて はいえー、4分経ちましたので、このスープを入れます。最後にこの後入れのスープを入れます。はい、封を切って飛び散らないように。あ、赤い、赤い、あの、あれですね。あの、辛い、あの、辛そうなスープです。はい、これを絞り込んで、えー、残すともったいないので、絞り切って、 えー、箸で混ぜますはいなんか赤い感じになってますねえー、麺はえー、ちょっと細めです軽いですねやっぱりもうカップラーメンなんであのー、店で食べるのとはちょっとやっぱりボリュームがちょっと弱いですね 麺もなんか細い、細い麺です。はい、野菜が浮いてますが、えー、野菜も、やっぱりなんかちょっと、あれですね、少ないですね。はい、では食べてみます。うん、やっぱり、 あの店で食べるよりもちょっと歯ごたえが弱いですねなんかもう二口三口でなくなっちゃいそうなぐらいの量ですうんやっぱりもうカップラーメンは所詮カップラーメンっていう感じです まあうまいといえばうまいんですがえー、なんかあんまりお腹いっぱいならないですねはいもう食べ終わっちゃいましたあとはこのスープを飲みますえー、スープは辛くて これが一番なんかあのー、スタミナラーメン感が出てます、えー、お店で食べるスープにほぼ近い味ですはい、えー、スープを全部飲み干したいと思います、えー、結論から言いますとやっぱり天理スタミナラーメンはお店で食べるのが一番です えー、ただまあカップラーメンもあのー、まあおしいので、えー、食べたい方はどっかで探して食べてくださいはい、えー、全部スープも飲みきりましたごちそうさまです全然お腹足りないです